はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はですね、室内栽培についてお話をしていこうかなと思います。いや、まあめちゃくちゃ暑いのでね、最近。ちょっと室内栽培にね、興味お持ちの方がいましたら、ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、早速、室内栽培のね、まあお話をしていこうかなと思います。はい、ということで、ご覧の通り、ただいまの室内温度はですね、24.7度と 80%、まあなかなかいい環境なんではないでしょうか。で、まあこれがね、日中になると、まあどうしても外からの光でね、結構中暑くなるんですけれど、まあ、32、3度ぐらいまではいくかな。で、まあ相変わらずライトはしっかりガンガン当てているので、もう相当赤い子が出てきましたね、ヘリアンフォラなんかは。まあ中段も最近ライト変えまして、まあだいぶいい感じに、もうウツボカズラコーナーにしたんですけれど、だいぶいい感じになってきましたね。最近思うの、下段がめちゃくちゃ調子よくて、生え取りそうですね。ライトの光量がまあ、ここに置いたらね、おのずと強くなり、すごく調子が良くなってきたかなって思います。だいたい中の気温はこんな感じで、水槽が一応こんな感じで、まあ、25度ぐらいで、湿度若干低いんですけれど、まあそれでも意外とこっちは元気にやってるかなと。ここもね、室内栽培なので、だいぶ気温は抑えられています。まあご覧の通り、メキシカンピンギキュラがいたり、セファロタスがいたり、モウセンゴケがいたり、まあ結構元気にやってます。で、まあダーリングトニアゾーンと虫取りスミレウサギゴケゾーン、まあここもね、気温は25度ぐらいですね。まあほぼこっちも一緒かな。前回紹介したウツボカズラゾーンですね。今ちょっとずつ頑張ってる温室なんですけれど、こっちはね、30度ぐらいまで行きますね。まあ、ライトがね、温度計に近いっていうのがあるのかもしれないんですけれど、まあ湿度もその分高いので、なんとかうまくやっていけてるのかなという感じ。すいません、水槽汚くて。エレガンスとパルバとマクドナルドへの交配種ですね。で、後ろには通常のヘリアンフォラがいたりします。最近ね、ちょっと水苔をね、床で育ててみようと思ってベチャッとやったんですけれど、ちょっとずつ青々してきましたね。いい感じ。最近動画に出ることの多い増殖コーナー、ここもまあ大体こんな感じ、まあ25度ぐらいですね。うん、じゃあ外を見てみましょうか。まあ外の植物もね、元気っちゃ元気なんですけれど、まあサラセニアはね、結構倒れてきましたね、風かなんかで。うん、ただね、とにかく暑い。めちゃくちゃ暑い。まあすんごい元気ではあります。例年に比べてすごくね、うまく育てられてるんじゃないかなって思っております。こんなにサラセニアがうまくいったのは初めてですね。水やりもね、結構ちょっと最近いろいろ考えてやってるんですけれど、まあいい感じに育ってます。生えとりそう畑。なんかもしかしたらまぐれでどれか種できてるかもしれないですね。で、あとはこんな感じでモウセンゴケとか、ちょっとこれバイオハザードで、ピグミーがあって、クリオネさんも最近やっと生えてきてくれましたね。もう真緑になってきました。はい、そうこうしてるうちに、だいたい今温度が28度ぐらいかな。うん、まだ朝の7時ぐらいなんですけれど、まあきっとこれからね、35度、6度、7度、今日は8度まで行くって言ったかな。はい、まあそんな感じで、ここから気温が上がってくるので、まあ外の植物にとってはかなり酷暑になるんじゃないかなって思います。はい、とまあいろいろね、ご覧になってもらったんですけれど、室内の植物たちはですね、だいたい25度ぐらいで朝スタート、今外の子たちは多分27、8度ぐらいからスタートして、日中は多分38度ぐらい、多分鉢の中とか下手したら40度ぐらいまで行ってるかもしれないですよね。
で、温室内の子たちは、まあ、かろうじて30前半、32度、3度ぐらい。で、まあ、なんとか耐えられてるよって感じなんですけれども、ここでね、ちょっと室内管理の、まあ、いいところをお話ししていこうかなって思います。まあ、ご覧の通りね、もう温度が全然桁違いに違うわけですよ。で、まあ、これをね、外管理でやるっていうのは結構厳しいかなと思ってまして、まあ、例えば今のこのジョーダンのヘリアンフォラってやつですね。うん。一時期私も外でヘリアンフォラ管理してた時期あったんですけれども、まあ、自分で簡易的な湿度を高めるための温室作りまして、朝必ず温室の扉を開ける。まあ、ビニールをちょっとめくるって意味なんですけれど、ビニールをめくる。で、上に遮光ね、遮光すだれをかける。で、水をやるっていうルーティンやってたんですけれど、ある日、一日だけ、温室のビニールをね、めくるのを忘れまして、一日で枯れました。虫風呂状態になっちゃったんですね。うん。で、まあ、枯れたんですけれど、次の日、溶けてしまったんですけれど、次の日ね、水をあげて、すごく風通しも良くして、少し冷やしてあげたところ、まあ、だいぶ復活しまして、無事枯らすことはなかったんですけれども、うん。まあ、そんな感じで結構ね、本当に夏の暑さは致命的な、即死レベルの、暑さなわけですよ、最近はね。うん。なので、ヘリアンフォラとかね、もう育てる場合は、まあ、この子たちもともとやっぱ、標高の高いところにいるので、暑い時期は暑いかもしれないんですけれど、寒い時は寒い。結構夜は冷えたりするので、もうしっかりね、冷えている環境っていうのは必要なのかなっては思います。まあ、ヘリアンフォラの動画は過去に出してるんですけれど、簡単に言うと、日中30何度、33度ぐらいまで上がって、夜間は22、3度ぐらいまで下がります。だからこれが結構いいのか、まあ色付きもだいぶ良くなったりするので、まあこの後ね、環境の作り方とかも少しお話できたらなと思います。で、まあ外管理を推奨しているハエトリソウなんですけれども、私はね、ハエトリソウ外管理するとね、本当に焦がしてしまうというか、遮光とかしてあげたらいいんだろうと思うんですけれど、まあ、ちょっとベランダだとね、遮光が難しかったりするんですよ。うん。実家の時のベランダだったらね、遮光しやすかったんで、まあ良かったんですけど、ちょっと今うち狭いので、少し遮光しづらい部分もあるので、私は室内で管理をしております。ただね、ライトにこだわってあげて、で、風通し良くしてあげて、で、ハエトリソウもね、やっぱ夜間冷やしてあげるっていうのはすごい大事かなと。めちゃくちゃね、発色もいいですし、成長もすごく早くなった感じがします。まあ、ライトが結構これ、強いライトなので、まあ、なかなか、いい感じなんじゃないでしょうか。ちなみにルクス数聞かれる方が結構いらっしゃいますけれど、一応ね、測ったらね、8000ぐらいだったかな。携帯のね、だ正確じゃないですよ。で、だいたい13時間ぐらいの照射でやっておりますが、まあ、ルクス数でね、管理を合わせるっていうのは、ちょっとあんまり私はおすすめしてないです。やっぱりね、毎日植物を見ながら、こんぐらいの光がちょうどいいなっていうのでやってあげた方が、私はいいのかなと思います。はい。ということで、前振りだいぶ長くなりましたが、まあ、この環境の作り方についてお話しします。私はね、もう部屋自体が温室だと思ってますので、24時間クーラーをつけっぱなしでございます。まあ、結構これもご質問いただくんですけれど、温室だけクーラーつけてるんですかみたいな。多分温室だけクーラーつける方がね、難易度高いと思うんですよね。スポットクーラー、一箇所だけね、冷やすっていうクーラーを導入したりしなきゃいけなくて、まあ、まずそれ買うのにお金がかかるし、なんか多分排気熱とかが結構難しかったりするのかな。ちょっと私導入したことないのでわかんないんですけれど。うん。っていうのもあったり、で、まあ、なんかちょっと、機械怖い。正しく使えば大丈夫なんですけれど、うちただでさえコードだらけなので、まあこれ以上あんまりコード、ライト以外でコード増やしたくないっていうのもあったり、まあちょっと私はちょっとめんどくさいなと思っちゃったので、もう部屋自体を涼しくすれば、まあ、人間も快適だし、うちのぴょん吉くん、ぴょん吉も
まあ暑いのは大丈夫なんですけれどね、さすがに40度とかはかわいそうなので、まあ一応クーラーつけてあげれば涼しいかなと。で、植物たちもね、まあ私、今の私よりも大事なのでクーラーしっかりかけてあげてた方が、まあ植物たちも元気がいいですし、うん。で、まあさっき言った気温ぐらいで管理はできているので、まあクーラーつけちゃえっていう一応私の家は2部屋になってまして、あのクーラーがついてる場所がね、1個のクーラーで2部屋冷やしてまして、あんまりキンキンにはならないんですよ。ただ外よりは全然涼しくて、うん、なので、まあ、一応24度、23から4度ぐらいで一応クーラーをつけて、もう1日中でそれで管理をしております。まあ聞いた話ですけれど、停電してやられたっていう可能性、停電してやられたっていう方もいるらしいので、それめちゃくちゃビビってますね最近一日でも部屋を開けるのが怖いみたいな、うん、まあ今のところ大丈夫です。で、あとはファンとかでしっかり空気を回してあげる、冷たい風をなるべくこうぐる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 回してあげるっていうのをやってあげると、まあ、結構部屋全体が涼しくなり、一箇所にクーラーつける必要もなく、スポットクーラーをね導入する必要もなく、まあ、うまく管理をできているっていう感じになります。うちにも暑くなきゃいけない植物ってあんまいなくて、まあ、例えばビカルカラタと、まあ、アグラオネマぐらいかな。あとあっちにモンステラいるんですけれど、まあ暑くなきゃいけないって言っても30度を別にわざわざ超えさせるような環境にしなくてもいいのか、まあ、25度前後でも全然この子たちは元気なんじゃないかなって私は思っておりますので、あんまりそこら辺は細かく管理はしてないです。なのである意味部屋全体がちょっとハイランドっぽい環境なのかもしれないです。まあそんな偉そうなこと言ってますけれど、あんまそんな上手じゃないですよ環境作りはね、はい。まあ湿度の高め方についても、水、葉水をかけてあげるってだけですね、うちは。まあ一応この温室に関しては夜ね、あれ使ってミストは焚いてるんですけれど、まあそれだけでこんなに湿度上がるとは思わないですし、朝水やりすればね、湿度は勝手にこんぐらいにはなります。うん、植物が多いのでね、勝手に湿度上がってるのかなって感じですかね。うん。なので、まあ一応まとめると、クーラーつける。まあ、やるならミストつける。で、朝、まあ、葉水なり、水やりをする。夜、まあ、カラカラになってたら葉水をもう一回する。っていう感じで、今んとこ管理をしているっていう感じです。で、まあ、何の話してたか忘れちゃったんですけれど、という意味では、まあ、室内栽培ってすごいメリットあるのかなって思ったので、今回はご紹介させていただきました。まあ、クーラー、まあ、デメリットとしてはね、クーラーをつけるので、お金がかかるっていうのかな？あと、LED ライトを設置しなきゃいけない、まあ、ラックを立てることが、必要になってくる、多分。まあ、一鉢二鉢なら全然いいんですけれど。で、まあ、気づいたら温室を入れてしまう。で、ファンを買ってしまう。まあ、結構金はかかるかもしれないですけれど。まあ、クーラーで言うとね、まあ、そんなに莫大なお金がかかるかっていうと、私はそこまであんま気にしたことがないので、あれなんですけれど。まあ、ね、そこら辺シビアにやられてる方もいると思いますので、まあ、そういう方はね、外管理で遮光して、科学の力をうまく使って、まあ、例えば少し水をね、かけるタイミングとかで、こう、うまく、涼しくするとか、まあなんか風だけをうまく使ってひんやりさせるとか、まあなんかいろいろやりようはあると思うんですけれど、まあそういうのを使ってやるしかないのかなっては思います。まあ、やっぱりうちが育ててるものってどうしても直射日光では管理できない子たちばっかりなので、うん。まあハエトリソウは一応直射日光でもいいって言われてるんですけれど、まあ最近の夏は直射日光でも結構やられる感じがしますね。はい。なので、まあトータルして私はね、室内栽培がすごい管理もしやすいし、まあ育ちもいいですしね、うん、いいのかなって思っております。
はい、ということでだらだら室内栽培のお話をさせていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ気が向いたらね、室内栽培ぜひ始めてみてください。まあ一個一個ね、細かく見ていくとね、一応こだわりがあったりはするんですけれど、今日はざっくり室内栽培の、まあ、いいところと、私はこうやって作ってるよみたいな話を、まあ、バラバラな話し方、なんか全然まとまりない話し方ですけど、話させていただきました。まあこうはこういうことを話すことになったのもね、やっぱり最近ちょっと育て方とかライトについての話結構いただいたので、まあ、まとめてお話しようかなっていう感じで、まあ、こんな感じでね、ちょっとぐだっちゃったんですけれども、まあ、ちょっとでもね参考になった方はぜひいいね、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ぜひ皆さん室内栽培をしていただいて、この暑い夏無事乗り切れるようにしていきましょう。まあ、なんか温室について質問があったらね、コメントないしは X の方でね、DM いただければなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。皆さんも暑さ気をつけてください。